まあ、今のはフルーツのハーフをものすごく大きく取ると言いましたけれども、で、まあ、次のブルックナーではどうでしょうか。というわけで、次はこの、まあ、ドレスデン・シュタスカペレの最も得意のブルックナーですね、交響曲の第6番です。で、これをお聴きいただきましょう。
Thank you.
ブルックナーの交響曲第6番でした。ヘルベルト・ブルムシュテット指揮のドレスデン国立歌劇場管弦楽団の演奏、これは昨年の9月26日に、ブリュッセルの芸術会館で行われた演奏会のテーマでした。まあ、今のブルックナーでも、この6番の、こう中に入っているエネルギーをこう全部解放させたと、まあ、ブルムシュテットらしい演奏と言えるんじゃないでしょうか。というわけで、今日は、ブロムシュテット式のドレスデン国立歌劇場管弦楽団が、ベルギーで見に行ってやった、フランドルの音楽祭の演奏会の模様をいただきました。テープは、ベルギーの放送協会のものを使いました。お相手は私、金子健二でした。それではさようなら。